武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は徳島大学の総合問題の勉強について話していきたいと思います。こちら生物資源産業で実施、2016年から実施される形になったものですが、時間が90分に対して大問が3題出題される形式となっています。で、こちらの問題なんですが、問題の構成というか中身としては科学と小論文のミックスのような問題で、それに伴った数学や生物などの観点や知識で、自然科学分野に関する興味関心知識がどの程度ちゃんとあるかっていう部分を問うような問題構成となっています。で、まず科学に関してですが、こちらは他の学部の科学の難易度が解けるレベルがあれば十分対応できますので、マーチレベルの国公立標準問題集キャンパスなどで練習しておけばいいかとは思います。で、最悪そのリードライトノートなどセンターレベルとか基礎のレベルのものができれば対応できなくはないとは思うんですが、ただ今後の難易度がどうなるかまだね、大学の入試自体の問題がまだ少ないので、一応そこまでやっておいた方がいいかなとは思います。で、生物や数学がどこまでいるかというと、正直これセンターで使っていればそこまで困ることはないかなと思います。ただ、その場で読み取る力っていうのが割といるので、これに関しては小論文のネタ本などでそういった視点を練習しておかないとちょっと辛いかなと。なのでどちらかというと数学や生物に関してはセンターで使っていれば、でもし生物をセンターで使ってないという場合であれば、基礎の日大レベル程度の参考書を一通りやっておくといいかなというふうに思います。なしだとちょっと最低でも講義系一冊読読ぐらいはやっておかないとちょっと辛いかなと思います。で、小論文の対策としては小論文の書き方ですね、こちら、とあとはその論述練習という形になりますので、200字、250字程度の論述2題、論述するような形にはなりますので、それを考えると、田村が指し方で小論文の完全攻略本で、プラス小論文の完全多分こちらの自然科学ですね、こちらを追加でやっておくといいかとは思います。とかくそのなかなか対策自体をしたことがない形式の問題になっているとは思いますので、まず過去問に触れる、そして科学と小論文を主に自然科学系統の小論文をですね鍛える、でどう解いていくかっていうシミュレーションをして、実際に解くための練習というか、答えが書ければいいんでしょうじゃなくて、実際どういう情報をその問題文から入れて、で回答を書くためにはどういう情報を事前に入れておくことが必要で、その結果どういう回答になるかっていう部分を意識してやるように心がけてください。以上が総合問題の勉強となります。